はい、一応ね写真集の第5弾がアップロードできましたので今ね別撮りをしております。でいつもね別撮りじゃなくてその動画のね写真集の後にちょっと喋ったりしよったんですけど、それを外に長くなりそうやったので、今回やめました。っていうのはね、今回はめちゃくちゃ多かったですね。前回のね、倍ぐらい でしたのでね、148枚集まりましたので、一応3部作に分けてお送りしました。で、なかなかね、同じようなこうね、サムネイルやんで、どれ見たか見てへんかわからないと思うんですけどね、興味ある方はね、ご覧ください。で、まあ今回はね、モノクロでやってみたんですけど、まあ試行錯誤してるというよりは、まあ撮ったやつをモノクロにしてみたところも多分あったと思うんですよね。で、私がやってるのは、このね、コンテストとかじゃないので、競い合うわけでもないんですよね。で、だから皆さんが、こう、写真を撮りに行く意欲になるか、社欲が湧くかっていうところで、こういうね、企画を考えてましたので、誰かと競い合うっていうことはしませんのでね、全部アップロードします。送っていただいた写真を全部アップロードします。で、今回はね、私のなかったよっていう苦情がなかったので、まあ、とりあえず OK かなと思ってます。でもね、名前を間違えた方がね、2名ほどいらっしゃったので、すいませんでした。申し訳ございません。一応それはね、YouTube のコメントじゃないな、YouTube の文字入れがね、なくなってるんですよ、今ね。なので、ちょっと字幕のボタンを押してもらったら、ね、そこの修正が入るように一応してますのでね、まだ見てない方いらっしゃいましたらね、その字幕のボタンを押してからご覧ください。で、それぐらいだったかな。で、一応、私のはなかったよっていうのはなかった、私のはなかったよっていうね、メールはなかったので、とりあえず安心しております。で、次ですね、これをやるかやらへんかなんですけど、ものすごい数になってきそうな気がするんですけど、嬉しいですかね。めちゃくちゃ嬉しいんですけど、200枚超えてきたらさすがにしんどいし、多分ね、見てる方もだれてくると思うんですよね。でもそれをね、そのコンテスト的に私もこう、なんていうかね、選んだりもできないですから、例えばその、なんか、上手い人に、セミプロみたいな人に頼んでも、そんなしてしまったらね、完全に私の動画じゃなくなってしまうので、もうこうなったら企画を発動するのをなくすか、そうやな、期間をやっぱり短くするかですね、いつも見てる人だけがぴょっとこう参加できるような感じにするとかですね、したいなと思うんですけど、まあ基本的にはね、発動してから写真を撮りに行くっていう風に、どうしてもしたいなと思うんで、まあ、持ってる写真を上げてくれもいいんですけど、やっぱりこう、何かのそのお題に対して何かを撮りに行くっていうことが目的になってますので、まあ次回もちょっと考えますけどね、できたらしたいなと思ってます。まあ半年に1回ぐらいね、発動してますので、ね、まだその時はよろしくお願いします。で、この写真のね、一番最後にいつものように私の写真を載せました。で、今回はね、小豆島に行ってきましたので、その時の写真を載せました。フェリーのね、上にいます。めっちゃ寒いですね。天気が悪いんでね、こういう感じになってますね。小豆島到着。いきなり山にね。で、今回小豆島に行ってきたんですけど、まあ天気が悪くてですね、まあ、あんな島国に行くんやからね、例えばこう景色がね、青空で、青い海でみたいなね、イメージがあるんですけど、でも全くでしてね。で、まあ帰りにちょろっと晴れたかなと思ったんですけど、まあ初日のね、行きしはですね、大しけの中フェリーで行きまして、で、まあそこでまあ揺れて酔うんかなと思ったりしたんですけど、いや船がね、思いのほか大きくてね、綺麗でね、安心しました。だから小豆島行くのありやなと思いましたね。姫路からね、1時間半ぐらいで行けるんですけど、まあでもね、値段が高い。まあそんなもんなんかな。まあ新幹線で2時間でも行けばね、東京まで行ったりするんで、もうそれで1万5千とかかな。からそれから考えたらまああれかもしれんけど、フェリーとね、フェリーじゃ車と人一人で8000円ぐらいね、まあ、1万円ぐらいで行けるんかな。まあそんなもんかなとは思うんですけど、まあ、小豆島に行くとなったらですね、小豆島だけになるんで、まあ例えば観光で行くんやったら小豆島に行って、そこで一泊して帰ってくるっていうやっぱプランになるんですよね。それとそこから香川に出愛媛に行ってっていうことはないと思うんで、まあそう考えるとなかなかこうね、足運びにくいところなんかなという感じがしますね。で、まあ天気が悪い中行くんですけど、今回お題が挙げたのがモノクロだったので、まあ逆にね、逆手にとって考えるとですよ、モノクロならばですね、雲がいっぱい出てて凹凸があった方がね、一応こうね、絵面的にはいいなっていうのが分かったので、まあそれも含めてモノクロも使えるかなと思いながらね、今回行ってきたんですけど、完全にでもね、海と山なんですよね。平地がほぼなくて、海でいきなり山なんです
で、まあ、観光名所、まあ、有名なオリーブですよね。オリーブと、あの、二十四の瞳か、の映画のロケ地になったってあれですね。で、あとはね、醤油かな。うん。あと、それと、油。ごま油だったかな。なんか、そんなんでしたね。で、醤油工場も行ったりしたんですけど、あとは、まあ、観光地も、あと、いちごのね、あ、そうそうそう、いちご狩りをね、今回行ったんですけど、私、久しぶりやったからも、かもしれない。みんな知っとうかもしれないけどね。いちご狩りって私、こう、地べたに座ってね、取るもんやと思ってまして。地べたにこう、咲いてるじゃなってるもんやと思ったんで、行ったらですね、自分の腰ぐらいの位置にね、もういちごがこう、据えてあるんですよね。要は台の上に、鉢の上に、長い鉢の上にみたいな感じに、イチゴがこう、こう向きになってるんですよ。で自分の横にこう、ポロッと出てきてるんですよね、イチゴが。で、それを、こう、この辺の位置ピッと取っていくっていう感じなんですよね。めちゃくちゃ取りやすいんですよ。でしかもめっちゃ甘くてめっちゃ美味しかったね。あ、今回でもね、印象残ったのは、イチゴ狩り最高やったなっていうか、ね、値段も安かったしね、3000円ぐらいだったから、2300円とか、3300円とか、なんか安かったんですよ、なぜ。それで40分ぐらいで食べ放題でね、まあそんな食べられへんけどね、数なんか。でも甘くて美味しくてですね、あの店の人もいい人でね、まあいちご狩りは最高でしたね。あんな風に地べたで食べへんねんなっていうのをね、あの私最近行ってなかったからかな。みんなどうですかね。そんなイメージだったんですけど、あれなかなかあれいいですね、いい感じですね。まあそれと、あと醤油工場も良かったですね。いい匂いしますね、醤油工場ってね。ほんで、その醤油工場の前でソフトクリーム、醤油ソフトクリームを食べたんですけど、もう塩分取りすぎてまうわっていうぐらいのソフトクリームやったんですけどね。まあ、そのどうでもいいけどね。まあ、そんなん言いながら、まあ、曇り空の中いろいろ写真撮ってきたんですけど、まあ、私がちょっと最近こう気にしてる色使いというかね、ちょっとこうし、ウェットな感じで、暗めに撮って、その時の雰囲気が出せたらなみたいなところに今ねちょっと色の調整をしていってるところなんで、まあ、そう考えると今回の雨は良かったかなと思いながらね前向きに考えてやってきました。でまああいにくの雨やったのでちょっと出づらいところとかもあったんですけど、でもいいとこでしたね。あの景色はなんせいいとこ、絶景ポイントがねめちゃくちゃあるんですよ。すぐ山なんでね、上がったら絶対ねこう展望台みたいなのがポツポツいっぱいあるんですよ。そこから見下ろす海っていうのがめっちゃ綺麗なんで、展望台に来ましたけど、めちゃくちゃ曇ってますね。曇ってるというか、まあ、曇ってんのよな。霧ですね、霧。はぁ、なんか微妙に雲の中におるやん、雲の中に。うお、すごいやこれ。うお、すげえ。これすげえ。あぁ、惜しいな、雲多すぎ。惜しいね、惜しいけど。綺麗なこれ、雲の中ですね、完全にね。もうちょっと雲が晴れてくれたらいいんやけど。で、そう考えると絶景ポイント山ほどありましたね。で、しかも人が少ない。まあ、ハイシーズンじゃないからかもしれんけど、めちゃくちゃ人が少なかったので、まあでもあれ観光地やねんけど、あれですね、やっぱりこう橋とかで繋がってないから、まあ船で行かなあかんからどうしてもしゃあないんやけど、まあだから桜の季節でもないですし、なんかこうねそういうハイシーズンじゃないからかもしれんけど、なんかそういうねめっちゃ景色のいい展望台でスポットやなっていうところに行っても誰もいないっていうねところだったんで、まあ満喫はできたんですけどね。で今回でも歳出絡めていったんやけど、まあそんな感じでしたね。なので小豆島はまあハイシーズンに行ったらいっぱい人がいるいて大変かもしれんけど、意外とねプッと行きます、スッと行きますね。なので小豆島行ったことない人いたらね、まあこの関西エリアですね、もういきなり東京からこう小豆島行くのも大変から、まあ関西エリアとかね四国エリアとかでまだまだ小豆島行ったことない人いたらですね、いっぺん行ってみてください。なかなかいいとこやと思うんですね。で今回ね桜の咲く前に、小豆島に行ってきたんですけど、なんか桜の時期にですね、結構、お客さん来るっていうことだったんで、まあ、それが一つのね、目安だったりするかもしれないので、まあ、桜を見にですね、小豆島に行ってみてもいいかなと思いますので、また来年ですね、
一つのポイントにしてみてですね、小豆島に行ってみてもいいかなと思います。はい、なんか小豆島の紹介みたいになってますけど、まあ今回はね、一応これで終わりたいと思います。バイバイ。